ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近は暑い日が多いわねー。なんだかすぐ夏って感じよ。そうだな。日によっては外に出ているだけで熱中症になってしまいそうだぜ。ちゃんと水分取らないと倒れちゃうから気をつけないといけないわね。それはそうと、こうも暑いとキンキンに冷えたビールで乾杯、ってのも夏らしくていいんだぜ。ビールもいいけれどちょっとおっさん臭いわね。少しおしゃれにワインなんてどうかしら？うんうん、おしゃれなお酒も悪くないぜ。おしゃれなお酒って言ったら、名探偵コナンに出てくる黒の組織の人たちって、おしゃれなお酒の名前ついてなかった？そうだな。ジンやウォッカは有名どころだが実はコードネームを持っていないメンバーもいるんだぜ。全員が全員コードネームを持っているわけじゃないのね。ああ、そうだ、いい機会だし今日は黒の組織に属している、もしくは属していたコードネームを持っていないメンバーを10人紹介していくぜ。いいわね。今日の夜飲むお酒は、黒の組織のメンバーのコードネームの中から決めましょうか。劇場版のオリジナルキャラクターも紹介するが、特別編のキャラクターは除外するぞ。また、漫画やアニメを追い始めた人にとってはネタバレになる紹介があるので注意だぜ。オッケー、それじゃあ、ゆっくりしていってね。宮野明美。まず最初は、宮野志保の姉である宮野明美だぜ。灰原愛ちゃんの実のお姉さんよね。ああ、そうだぜ。彼女は組織の中ではコードネームを持たず、監視付きではあったものの普通の暮らしをしていたんだぜ。へぇ、でも監視付きって、それ普通の生活じゃないんじゃない？言われてみればそうだな。彼女が当時交際していた赤井が、FBI から組織に入り込んだ諜報員であることが発覚して、命を狙われてしまうんだぜ。あの有名な赤井さんね。ジンは明美を殺す口実に10億円強奪事件を実行させて、その失敗を理由に殺そうとしたぜ。10億円強奪させる？そんな犯罪、明美さんが実行すると思えないけど。この時ジンは、無事に成功したら妹と一緒に組織を抜けさせてやる、と伝えていたんだぜ。それなら頑張っちゃうわよね。結果的に、明美は10億円強奪に成功するんだぜ。すごい、これで二人して抜けられ。るわけもなく、ジンは自殺に見せかけて明美を殺してしまったんだぜ。はぁ、もう、わかってはいたけど。こうして明美は殺されてしまったんだが、後に妹に向けて生前からメッセージを残していたことがわかったぜ。妹思いのお姉さんだったのね。また、赤井が自分に近づいたのは組織に潜入するためであったこともわかっており、それでもなお赤井のことを思っていたんだぜ。報われなさすぎるよ。明美の最後を見取ったのは事件現場に居合わせたコナンだったんだが、その最後の言葉を聞いて、打倒、黒の組織をより近い、また、後に登場した赤井も明美の妹である灰原を守ることを誓うぜ。赤井さん頼むわよ。ちなみに明美は組織の都合に合わせて小学校を転々としていたんだが、最後卒業した時に在籍していたのは、今灰原が通う定端小学校だったぜ。悲しい偶然ね。当時の同級生からはとても慕われていて、亡くなったことを知らないかつての友人たちは連絡が取れず、同窓会にも来ないことを残念がっていたぜ。転校が多かったってことは定端小学校も長くはなかったでしょうに、その時の友人から残念に思われたなんて、かなり人気者だったのね。宮野エレイナ。次のメンバーは宮野エレイナだぜ。宮野、ってことは明美さんや愛ちゃんと血縁かしら？ああ。エレイナは二人の母親だぜ。ああ、お母さんだったのね。彼女は日本人とイギリス人のハーフで、組織では科学者として働いていたぜ。科学者ってことは愛ちゃんと同じだったのね。アポトキシン4869の初期型を作り上げた人物であり、アガサ博士も彼女と面識があったんだぜ。アガサ博士と交流が？普段は無愛想で陰気だった彼女は、周りからは何を考えているのかよくわからないと言われており、組織の中では、地獄に落ちた天使という意味のヘルエンジェルなんて呼ばれていたぜ。不明よね、もう少し何かなかったのかしら。その反面家族思いだったエレイナは、産んでから短い間しか一緒にいられなかった灰原のために、彼女が20歳になるまでの誕生日をお祝いするカセットテープを明美に託していたんだぜ。理想のお母さんじゃない。何よ、ヘルエンジェルって、ひどいあだ名つけて。カセットテープを見つけたのはコナンだったんだが、コナンも正真正銘のエンジェルだと褒めていたぜ。そうよ、娘思いの素敵なエンジェルだわ。彼女は半ば騙されて組織に入ったものだが、それ以前は宮野医院という個人医院を開いていて、そこの医者をしていたぜ。科学者として働いていたんじゃなくてお医者さんだったのね。
ちなみに赤池の母親であるメアリー・セラは、彼女の姉で姉妹関係なんだぜ。そのつながりは初耳だったわ。宮野厚志。次は宮野厚志だぜ。宮野ってことは、じゃあ、お父さん？そうだぜ。宮野エレイナの旦那さんで明美、志保姉妹の父親だぜ。初めてお名前聞いたわ。厚志は組織でエレイナと共に薬の研究を行っていたぜ。科学者だったのね。昔は製薬会社で薬の開発を行っていたんだが、周りの人間からはマッドサイエンティストと言われて、学会を追放されてしまったんだぜ。マッドサイエンティスト？一体何したのよ。その詳しい経緯は明かされていないんだぜ。そうなの、なんだか気になっちゃうわね。でもアガサ博士曰く発明品を評価してくれたり、気さくでいい人だったそうだぜ。博士が言うなら間違いないわね。他にも回想シーンでは、エレイナを思いやる良い夫ぶりが書かれていたぜ。マッドサイエンティストと言われてしまった理由が気になるくらいにいい人じゃない。確かにそうだぜ。宮野夫妻はコードネームは明かされていないが、おそらく重要な職にはついていたので、灰原のように何かしらコードネームが与えられていたかもしれないな。そうね、科学者だったアイちゃんもシェリーだったから、何か与えられていてもおかしくないわね。沼淵喜一郎。続いて紹介するのは末端中の末端構成員だぜ。ザ下っ端ね。彼はその身軽さを買われて組織に拾われたんだが、使い物にならなかったため、実験体に回されてしまったんだ。使い物にならなかったって、育てる側にも問題あったんじゃないの？実験体にされる前に組織から脱出したんだが、組織からの追手に怯えて過ごしたため、無関係の人間を追手だと勘違いし、3人も殺害してしまったぜ。そこについては全く擁護できないわね。しかも灰原曰く、組織に入る前から遊びで人を殺すような人間だったらしいぜ。最初ちょっとかわいそうだと思ったけれど自業自得にしか感じないわ。結局は警察に捕まり現在は死刑判決額だったぜ。少なくとも3人以上殺してるんだものね。組織を逃げ出した者は、組織から命を狙われるが、死刑判決を理由に組織も殺す理由がなくなったぜ。仕事増えるだけだし、それで万が一にも組織のことを感づかれたくないものね。沼淵は、同情の余地がないのはもちろんなんだが、とある事件で、沼淵の優しい一面を見ることができるんだ。優しい部分？沼淵は警察の目を盗み、森の中を逃走していたんだが、その森で迷子の光彦に出会うんだ。沼淵は光彦の姿を、幼少期の自分と照らし合わせたのか、光彦に危害を加えることなくコナンや警察の元へと送るんだ。確かに、子供には優しいのかしら？それに自分がまた捕まるのになんで？本当の気持ちは沼淵にしかわからないが、彼は警察から逃げたくて逃走したんじゃなくて、幼少期の思い出の森でホタルに最後会いたかったんじゃないか、とコナンは推測していたぞ。自分でも死刑になるのは覚悟していたから、最後に見たかったのかもね。グスダリグミッチ。次に紹介するメンバーも末端構成員だぜ。やっぱりその紹介ちょっとかわいそうね。彼はキールが入院している可能性があるハイド中央病院へ、入院患者を装って潜入していたぜ。黒の組織ではよくありそうな仕事ね。しかしクスダは組織の人間だと FBI に知られてしまい、さらに追ってきた捜査官が赤井だということを知ると、恐怖に怯えて拳銃自殺してしまったぜ。エース捜査官の赤井さんからは逃げられないと、悟ったのね。その後は行方不明として扱われるんだが、死亡したはずの赤井のダミーとして利用されてしまうぜ。うわぁ、ずっと不憫ね。飲み口しげひこ。続いての人物は、飲み口しげひこだぜ。聞いたことのない名前だわ。彼はキスコという黒の組織の人物によって、パーティー中に殺されてしまった人物だぜ。ふんふん。ちなみに、死因はシャンデリアが落ちてきて圧死するという殺され方だったぜ。うわ、残酷ね。彼の表向きの顔は政治家だったんだが、賄賂を行っていたことで警察からマークされていたぜ。組織は、飲み口が逮捕された後、警察に何かを話してしまうのを防ぐために先に口を封じたんだ。組織の存在自体、知られてはいけないんですものね。彼の死後彼の家族は全員蒸発してしまったらしいぜ。それも、組織のせいよね。本当徹底的に抹消するんだわ。怖いわね。イーサン本堂。次に紹介するのはイーサン本堂という人物だぜ。かっこいいお名前ね。彼は CIA から組織に潜り込んだ諜報員だぜ。職業もかっこよかった。日系二世のアメリカ人なんだが、日本人の女性と結婚していて、キールこと水無しレナの父親でもあるぜ。
キールって、あの、ポニーテールの美人さんよね？そうだぜ。彼女は組織に潜入したばかりの頃にミスを犯したことで、ジンに目をつけられてしまったんだぜ。大ピンチじゃない。ああ。だけど父親であるイーさんが、自身がスパイであることをバラし、水なしに殺されたかのように偽装して命を絶つことで、組織の信頼を娘の水なしが得られるようにし、彼女を守ったんだ。彼女はこの功績でキールというコードネームを与えられたぞ。はあ、なるほどね。仲間を殺すなら諜報員じゃないだろってことね。とっさにその判断ができたイーさんは、すごい頭の切れる人だったんでしょうね。バーニー。続いては同じく CIA から潜入していたバーニーだ。ということは、さっきのイーさんと同じね、何か関わりがありそうね。そうなんだ、実はバーニーはイーさんの新しいつなぎ役になる予定だったんだ。つなぎ役？イーさんはコードネームこそ明かされていないが、ボスへ直接メールを送ることもあったくらいだからおそらく幹部だったと思うんだ。そんなイーさんは CIA から直接指示を受けるのではなく、つなぎ役を介して連絡を取り合うんだ。組織の中枢にいるイーさんと、CIA の架け橋になる存在ってことね。ところが、さっきも話したように水なしのミスでイーさんは死亡したため、バーニーはその直後に現場へ駆けつけたが、そこでジンとウォッカの存在に気づいて自殺したんだ。特にジンからは逃げられないと思ったんでしょうね。岡倉正明。続いては岡倉正明という漆黒のチェイサーに登場した人物だぜ。映画に出てきたキャラクターなのね。彼は組織の工作員でありながら、代議士秘書であるという男だったぜ。インテリ系なのね。彼は、自分が組織に殺されないように、保険としてノックリスト、いわゆるスパイの情報が入ったメモリーカードを持っていたんだぜ。へぇ、そんなものがあるのね。でも、良い切り札として使えそうじゃない。聞いただけだとそう思えるんだが、残念なことにそのことは組織にバレていたんだぜ。へ、全然切り札なんかじゃないじゃない。ところが彼は組織に消される前に、広域連続殺人事件の犯人に殺されてしまったぜ。あら、どっちにしろ殺されちゃったのね。ああ。でも、かつて自分を助けたために犠牲になった女性の命日に、花を贈るなど根は良い人だったみたいだぜ。組織にいる人間だったけど、人としてはちゃんとしてたのね。原義明。最後は原義明というプログラマーだぜ。彼も劇場版天国へのカウントダウンで登場したキャラクターだ。プログラマーさん、今時な職業ねー。少年探偵団のメンバーともすぐに仲良くなり、パッと見印象の良い人なんだが、組織に関与していたんだ。ただ、彼は裏切って組織のコンピューターに不正アクセスして機密データを盗んでいたぜ。自分の能力を最大限活かして組織を脅かそうとしたのかしら？しかしこのことがジンにバレてしまい、自宅にいた際にジンに踏み込まれ射殺されてしまったぜ。バレないと思ってやってたのも、勇気あるわよね。彼は死に際に、ジンに殺されたことを伝えるために、銀のナイフを握ってダイイングメッセージを残したぜ。お、やるじゃない。しかし、そのダイイングメッセージも虚しく、他の連続殺人事件の犯人の手によって、同じ事件のうちの一件としてカモフラージュされてしまったぜ。残念ね。まあ、人の本名とかに繋がるわけじゃないから、組織を知らない警察が見てもピンとこないわよね。ということで今回は、コードネームを持たない黒の組織のメンバーを10人紹介したぜ。いつもはコードネームを持っている人が取り上げられがちだけれど意外といたわね。そうだな。映画なんかでも登場したりするからな。正直知らない人の方が多かったわ。ところで、今日の夜のお酒は決まったのか？あ、そうね。確か、ピスコって出てこなかった？ああ。ピスコはペルー発祥のお酒でブドウが原料の蒸留酒なんだぜ。へえ。ちなみに度数はどのくらいなの？42度だぜ。めちゃくちゃ強いわね。何かで割らないと飲めないわ。何か美味しいカクテルでも探すことにするんだぜ。そうね。あと、おつまみも作っちゃいましょう。今回の内容が面白かったら高評価やコメント、チャンネル登録もよろしくね。このチャンネルでは、名探偵コナンに関する雑学や小ネタ、考察動画を上げていくぞ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。